さあ着きました神宮東門ってことでね、駅のところよりもより暑さ神宮もうまんまですよね。先詣しときましょうか。もうなんか出店の準備はもう万端ですね。もうだって明日の夜からね、もう多分明日のこの時間にはね、わー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 人が集まってきてってなるはずですからね。あ、もうゲートもできとるし、もう年明けになったらここがわーわーすごい人になるんでしょうね。今の時間はもうあれかな、入場はできないかな。中が入れるんだったらね、いわゆるみそかモードですね、やっとくっていうのも手ですけど、ちょっともうあれかな、ちょっと中ももう問題になっとってね、放射状からもうでも駅ビルがねそこに見えてますからね、もう神距離なんて運転あるです。いやあの東名古屋駅から、東名古屋っぽい駅があそこからね歩かされるかもと思っとったとのと比べたらもう全然天と地の差です。ああこんな運転のやつとかもあるんですね。もうここだけやってんのか。すごい。いやもう正月の準備しっかりですね。ぶどう飴、やっぱ冷めとりありますよねこっちは、うん、で玉線ね、名古屋は玉線出ますもんね、よく見に来るとなくなりますからね。金目町行きがあそこが停止線なんだ。で準備前、駅はこっちから行ったらいい。ここは、あ、もうそこが神宮前駅だ。ちょっと今工事中なんだ。あっさり来れました。ということでね。よし。ちょっと。今行きましょう。今絶賛工事中なんですね。いやここも多分もうね24時間後はすごい人でしょうからね。暑ね、東海最近だったら暑田1位2位伊勢かな、で3位が増田さんかな、っていう感じですもんね多分上位。えきえきえきじゅーと攻めて攻めるわ向こうは、すごい大規模な工事やってんだな。商業施設はこっち、あれやってないんだ。名鉄都市開発になるんだ。ね、その奥がミュープラットになっとってね、さっき一度海へ行ったからあれですけどね、みたいな感じになっとるし、で、こっからは方面も豊富だ、さっと行き帰ろう、よいしょ、で、こっち行きゃいいんだったっけ、こっちですね、新宮はね、今からこっちに行けば大丈夫と。
通れば大丈夫だ。さあで、いやもうこんな混んでるの無理。次に何分だ、4分が出てて10分とか行きゃ取れるし、あれこれいいんだよな。電車は3号車の前よりおよび6号車の後ろよりにございます。なお当駅停車中はお客様はお通りいただけませんのでご了承ください。発車までしばらくお待ちください。 Thank you for taking the train to the express.やっとトバ、あ、トバじゃね、クワナまで帰ってきましたね。ヘトヘトや。ヘトヘトすぎて、クワナ名古屋間で特急課金しちゃったよ、もう。何のためのお得な旅だ。快適にね、どうするのも大事。じゃあ最後にね、きっと通していきましょう。よし。そういえば、すっげえちなみにですけど、あのね、企画乗車券ね、特急乗ってよかったのかどうかってね、そういや、やってなかったんですけど、一応ね、車内で調べたらね、大丈夫でした。別途特急券を購入すれば、乗っていい、その区間内、桑名、名古屋間は乗っていいでしょうってことなんで、ね、特急券買ったんでセーフと。で、今年の終夜運転はこんな感じと。藤山大輝の火の鳥が3本ね。帰りは4本。大きいですね。なるほど。で、駅はこれ、出入り口でしたね。あと、そういえば、桜咲く入場券ね、今年も販売してるみたいですね。うちのところでもね、スターステール版桜咲く入場券やってましたけど、まあ、どう考えてもこっちの桜咲くね、近鉄と名鉄のコラボの方のがね、強いですからね。まあ、いいや。あとはちゃんと帰っておりましょうということですね。相変わらず終わり方がグダグダですけども、しゃれ疲れ果ててますからね、まあ、こんな感じで終わっていきたいなと思いますよ。もうこの辺の店も開いてるね。飯どうしような、まあ、さっき途中で食ったからな、一宮で食ったからそこまで腹減ってないし、まあ大丈夫かな。駐車場まであれなんでね、このまま終わろうかな。よいしょ、あ、消えた。もうそんな時間か。え、9時半か。もうそんな時間だよ。よいしょ、そうですね、ちょうど半ですね、9時半までなんですね。まあ、小川さんはね、イルミネーション、中島の生の里が有名ですからね。寒い、寒いからいや帰ろう。まあ、こんな感じでね、今日はさっさと帰って、年末、とか宣伝し、編集できてねえか、編集というかね、編集前に縛りができちゃってますからね、今。アイドルやらな感じ、編集するね、動画の種類の紹介とかね、編集模様をお届けするっていう、二重撮りをしないといけないですからね。ああ、めんどくさい、あれ。いいじゃん。ね、一石二鳥と思ったけど、めちゃくちゃめんどくさい。まあ、そこはどこせやったところで伸びねえなってしいなと思いながら、とりあえず、どれかのね、コンテンツをね、増やしていきましょう。目標1000本でね、とりあえず先方までは突っ走っていきましょうというか、ね、
できるは2000本ぐらいまでね、とにかくコンテンツ増やしていきたいなと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたしますということでね、今回のもう近鉄と JR を見ながら名鉄のシリーズを締めてますけど、今回ねこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。寒い。